はい、とファイナルファンタジー6ピクセルリマスター実況プレイのパート10やっていきたいと思います。撮影はね、しばらく、ちょっと間隔空いてしまったんですけれども、その間ずーっと作業しておりまして、これからね、ま、大陸に上陸しようというところまで、物語が進んでいる状態なんですけれども、ここでね、ま、大陸を攻略してしまうと、回収できなくなってしまう要素がいくつかあったので、それを撮影外で回収して、魔法もね、完璧ではないんですけれども、まあ、とりあえずね、必要なものは、一通り回収できたかなといった感じにしております。はい。で、今回はこちらのメンバーでね、魔大陸に向かいたいと思います。今回はこのメンバーで行きます。はい。ティナ・ロック・ガウですね。はあ、ではね、まず、襲い来る、のね、インピレールエアフォースを、帝国空軍をね、倒していきます。後ろに待った、迎え撃つぞ。ガウがちょっとしばらく参戦してなかったんでね、レベルがちょっと離れちゃったんですけど、なんとかなるでしょう。ではどうしようかな。コマンドが多すぎてどこに何があるか分かんない。アスピランス。不足してるやつをね、この辺りでちょこちょこと覚えさせておこうかなと。かかってこいや。今回復にしとこうか、とりあえず。全体だもんな。この状態だと、サンダラで全体化したとしても、片側にはいかないんですよね。もう、ガオナ容赦なく、全体にぶち込むというね。頼もしすぎる。いや、このアスピラス何がいってさ、余計な行動がないんだよね。反対言わんでた。つえ。だんだん減ってきたね。反対版だ。前方から変な奴らが。変なやつらね。最近ガウのね、回収できてないんで、いろいろ足らんだよね。
最近マジで、暴れる回収してないからさ。これが最後のバトル。ほんとほんと。はーって何を打とうかな。あんまりいいの持ってないな。そうだね。まあ、アスピランスでいっか、とりあえず。うん、まあそれでも十分入るね。また負けちゃうかも。先生ね。ボン大先生は無口だけど、ものすごく強いのだ。すごいだ。きゃさすがっすね。これ何やった？どこに撃っている？もう終わっちゃった。ブリタラ。鼻息だー。アスピランス。やはりアスピランス。いいよ。ビット呼ばん。ビット呼ぶ暇もねえ。ちょっと待って。これビット呼んでないと図鑑完成したことならないな。強すぎた。まあ、言うてもボスだからな。暴れるには関係ないと思うけど。待って待って、強すぎた。うん、多分いないと思うけど。まあ、とりあえず、いっか。財布ちょっとセーブデータ分けといて、後で、回収しますわ。帝国名。必要なくなったから、必要なくなったら、アステラダ殺しにかかってきた。
てっきり死んだものだと。インターセプターは大丈夫、元気にしてるよ。行こう、俺に構うな、放ってはおけない。よし、で、ここからはシャドウをね、ここで初めて正式介入。装備どうしよっかな。これしかねえか。沈黙になった。よしよしよし、さすが。あ、連立したんだが、リンレビルの倍数だった。セーブしといてよかった。これあいつら出るとまずいな。全員用の倍数だもんね。もう今戻れる場所にいねえんだよな。完全に今ツビセーブ作りましたね。まあしょうがねえか、なんとかなるべ。オラゴンか、ちょっと待ってね。ライブラネッケ、みんなにね。おい、どんどん除外させられる。こちらまずいな。レベルが1個上がってしまえばこっちのもんだ。レビ出てほしい。覚えてないね。
ヒルズハーレー。ねえ、不用意に殴りたくねえの出てきたな。だがやる。よし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 、うーわ、氷か。氷はない。メガロドロクとか。よし。こまめに回復せんとやってられん。よし。普通に魔法を出せた方が強い気がしない。
でも MP ねえんだな。いいね。そうなんだ。ガウもちゃんと魔力高いのよね。こいつはアスピランス。よし。僕はな、この魔法が見づらいのがな、自分で並べ替えできんじゃん。あ、自分で並べ替えできんじゃん。なんだ、もっと早ければよかった。後でやろう。魔法並び替えできたのか、気づかなかった。やべ、なんかやっぱ並び替えると見やすいな。ちゃんとカスタマイズしていこう。今後大事だ。他のね4、5あたりと違って、あの魔法がね区別されてないからさ、一括りになっちゃってるから、魔法の量めちゃくちゃすごい量がさ欄に置かれることになっちゃうからね。これできるのでかいな。ついでにあのガウのアバレルも並べ替えさせてくんねえかな。やってみたらできたりして、よく使うのだけ上に置くとかさ。できんのかな。あー、暴れるの方はできないんだ。なるほどね。
っぱカルカラン。まあね、こんな序盤からベヒモスがね出てきて、いきなりメテオとか、さすがにねないよね。なんだっけ、お助かる。やっていきましょう。危ねえ、よっしゃー。ではでは、こちら。もう君ら恐れないぞ。そういえば何体か出てきてなくない？ここで帰れるんだけど、何体か出てきてないな。まあ、とりあえず、こいつ倒しちゃいますか。我が名はアルテマ。太古に作られし最高の力なり。我は力であり生命にあらず。弱き生命体を消え去れ。これこれ。突破だからぶっ放してくるね。これ死ぬかどっかな、足りるね。こいつには、ラスピルをガンガン撃っていくんだけど、レビテト欲しいな。はいか、とりあえず。こいつはね、MP にダメージを与えていきます。ラスピル。よっ。
すえすえ。オッケー。 MP が0になっても倒せます。一度は帝国にこの身を倒れた。お前らと一緒に戦う資格はない。で、一旦離れちゃうんですけど、ちょっとな、戦ってないやついるからちょっと狙っときたいな。ビットは後でね、回収すればいいんで、このセーブデータ、どうしてね。出てくれないと盗まれへんのですが、まあ、いっか。とりあえず、セーブポイント分けてあるので、OK、進んじゃいましょう。これちょっとラッチ開かないですね。後で回収します。あいつ回収するか分かんない。必要なね、暴れるだけとりあえず取りたいから。うん。これでいっちゃおう。よく来たな。セリス、来たのか。帝国との決着をつけたくて、後を追ってきたの。
仲良く死にに来たか。だがここまで。見よ、この三頭身を。おお、力が騒ぐ。これぞ三頭身の力。ダストラ皇帝、やめてください。エリスよ、さあ来い。お前だけは特別だ。我がガストラ魔導帝国を築くためにケフカとお前に新しい子孫を残す使命を与えようではないか。その手で奴らを殺せば裏切ったことを許してやるよ。この剣を取れ。そして奴らを殺せ。さあ、セリスよ。一緒に世界を支配しようではないか。力とは争いを生むもの。ならば、存在しない方が。痛い！血が、血が、畜生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 、ああ、ふん。戦うために生まれてきた神たちよ、今こそその力を見せる時だ。僕を受け入れろ、クソ！いいことを聞け、僕ちゃんをバカにするなよ。力を見せてみろ。結果やめろ。三頭身を復活すれば世界は消える。それでは意味がない。結果、乱心したのか。乱心？皇帝、何をおっしゃっているのですか。三頭身の力を奴らに見せつける時なのに。仕方のない。結果、お前はもう役には立たぬ。残念だがここまでだ。悪く思うな。最後の、なんだっけ。意味が分かりません。お前が自ら見出した魔法で眠らせてやろう。何がおかしいのじゃ。まあよい。笑いながら眠るのがお前にとって一番お似合いじゃろう。タイガー。どういうことだ。レアー。バカな、なぜ魔法が打てぬ。メルトン、結果、お前一体なぜだ。なぜならボクちんが三頭身の真ん中に立っているからなのでした。すべての魔法の力は三頭身に吸い取られてしまうのだ。お気づきになってませんでしたか。三頭身よ、どうやら最初の獲物が大決定したのだ。役立たずになった皇帝にお前のその力を見せつけてやるのだ。よせ、ケフカ、バカな真似をやるのだ。すごい、
下手くそ下手くそ、どこを狙ってるのだ。もっと右右、逃げろ逃げろ、出ないと黒こけだぞ。あったりー。じじいが、さっきの役立たずと言ったのは取り消してあげましょう。なぜなら皇帝、あなたは役立たず以下だからだ。恐怖が世界を覆うぞ。ダメ、ケフカ。ダメ、ケフカ。三人の力のバランスが破れたら力が暴走する。行け、世界を守れ。俺に構わな、早く行け。もう暴走は止まらない。必ず戻ってみせるさ。心配するな。イガシャン。急げ、脱出する。いろいろ足らんのよな。魔法習得値高いな。まずい。よし。木なら入んのかな。あ、入る入る。あ、ここは下から回りましょう。すぅ。
まあ、こいつは魔法最初からかかってるんで魔法は使わずに、よし。では。これでそのまま選びましょう。で、少し待ちます。これをね、飛び降りちゃうと、シャドウが助からんので。あと2分。早送りとかでいいからなスムーズにつけすぎた。いやー、これそれで前半は終わりですね。から後半に入るわけだけども、収録外でね、今回倒し潰れたモンスターとまあモンスターデータ回収しておきますんで、ちゃんと。まあなんだかね、別にコンプ目指してるわけじゃないんですけどね、ここまでやってきちゃったから気持ち悪いなみたいな感じあります。言うてもあと今後の旅で使う、暴れるってどのぐらいあるかな。まあ、欲しいのいくつかあるんですけどね。あ、そういうのだけ回収できたらいいか。うん。はい。15秒。シャドウ、報酬をもらわないうちは死んでも死にきれないからな。三刀士の力集められないのか。
待ってろ。世界が大変なことに、この日世界は引き裂かれた。整理すよ。やっと目が覚めたか。私、どれくらい眠ってたの？ちょうど1年じゃよ。もう助からんかと思っておった。1年間も、シドが私を解放してくれたのね。ああ、でもわしももう疲れた。小さい無人島じゃよ。世界が引き裂かれた後、気づいたらこの島に倒れておった。あれ、夢じゃなかったのね。みんなは、ロックは、わからん。島以外のことは何も。世界はこの島を残して全て沈没してしまったかもしれん。あの日から世界は、一歩一歩破滅に近づいている。草木や動物はどんどん死に追いやられ、生き残った島の人も次々と希望を失い、北の岬の崖から身投げしよった。みんなはもう、生きていないかも。セリスよ、気を落とすな。お前はわしにとって世界で一人の家族じゃ。ここで一緒に静かに暮らそう。そうね、シド。いえ、おじいちゃん、そう呼んでいい。おじ、テイルの、突然孫娘ができたみたいで。おじいちゃん、おじいちゃん、お腹空いたでしょ？ああ、三日前に寝込んでから何も食っておらん。何か食べたい？と言っても、海岸の魚くらいしか食い物はないがの。私取ってくる。というわけでイベント発生。ここでね、動きの早い魚を取りたい。結構、水の方まで行けますね。素早さ、なんか遅い魚はね、シドの体力を削ってしまうので、動きの速い魚を、なるべく、与えるようにしましょう。落ちたね。まあ、言ってしまったら、適当なのを選んで、放置して、
シェドにはお亡くなりいただいた方がイベントは早く進むんですけど、そんなの悲しいやん。変わらんな。え、まずい魚？ちょっと待って。あっ、あんま変わんねえ。やばい、体力減っちゃうよ、これ。やばい。体力が減っている。速い魚が分かりづらい。明らかに早すぎた。よし、ちょっと回復。落ちた。よし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 。めっちゃ早い。いいね、いいね、いいね。よし、こいつ早いっしょ。こいつ早い、こいつ早い。いよいよ。よし。はい、早い。うん、いいよ。オッケーオッケー。回復してきた。あとこれ早いの2匹ぐらい食べさせれば全開するかも。よっしゃあ。お前に決めた。よーし、もう完全に回復した。この通りじゃありがとうよ、セリス。どうしたの？セリスよ。わしの夜鍋の成果がこの下にある。降りてみなさい。おじいちゃん、テリスよ。外の世界に出ろ。きっと仲間は生きているはずだ。うん。私行くわ。そしてきっとここへまた戻ってくる。
みんなを連れて、ロックとやらもな。さあ、というわけでね、ここからゲームの後半部に移っていきます。まずはね、セリス一人で行動を始めて、いろんなところを回って、仲間たちを探していくというような、流れになっていくわけですけれども、一旦ここは、途切れとさせていただきまして、また次回、続きやっていきたいと思います。ちょっとね、セーブデータ戻して、回収するかどうかちょっと判断し直したいと思います。多分、全部のデータ集めたところで使わない部分も多分あると思うんで、なんだかんだこのままやっていくかもしれませんけれどもね。まあ、それならそれで。とりあえず、まあ、エンディング向けてね、頑張っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。では、ファイナルファンタジー6実況プレイのパート10、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。